前に必要なものがこの先にある。ただし、それを手に入れれば、大切な何かを失うことになる。手に入っていいの？探している人がいる気がするわよ。王様がいるの？そう決まったわけじゃないよ。あったよ。なんだ？でも僕もなんとなくそんな気がしてたんだよね。本当か？俺もだぞ。この城を見たとき、俺も感じた。大切な友達がここにいる。僕たち気が合うね。ちょっと待った。気が合うということでは済まないぞ。どうしてジミニー、ひょっとして？ああ、私もなんだ。私も同じことを感じたんだよ。やっぱり僕たち気が合うんだね。でもちょっと変だよ。よく調べてみよう。そうだな。いきなり行っちゃうよ。だって調べるんだろ。怖いのか？そんなことあるもん。さあ、おうふう。だったら入ってきたドアをちゃんと閉めておかなくっちゃね。そうや。お前、さっきの。よし、どう呼ばれるぞ。ファイヤー。あれ、ファイヤー、ファイヤー。フレザーぞ、サイヤー。魔法が使えないよ。まだ気づかないのか。この城に入った瞬間にお前たちは技も魔法もすべて忘れ去った。手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる。それが忘却の城だ。忘却の城。この城でお前たちは懐かしい人物と大切な人物と出会うだろう。大切な？リクか？リクがここにいるのか？会いたいか？会いたければ。
こいつ、お前の記憶に触れただけだ。そして作り出した。大切な存在に再会したければ。なんだよこのカード。それが再会の約束となるだろう。カードをかざせば扉は開き、新しい世界が広がる。進むがいい空。手に入れて失うために、あるいは失って手に入れるために。行こう、みんな。